ビルヘルム一世は、マイセン編教博。父は、マイセン編教博フリードリヒ二世。母は神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世の娘、マティルデ。フリードリヒ三世、バルタザールの弟、独眼博のあだ名を持つ。1382年まで兄たちと共に、父の領土を共同であるいは交代で所有し、統治した。 長兄のフリードリヒ三世が1381年に亡くなった後、1382年に残された相続人たちの間で、ケムニッツ分割と呼ばれる協定を結び、ビルヘルム一世は相続遺産として、マイセン返境博を継いだ。1395年からは、モラビア返境博兼ブランデンブルク返境博、ヨープストの代理として、ブランデンブルクも管理した。 ビルヘルムは、ベッティンからしい行動力のある領主で、マイセン偏境領内の貴族ではない小豪族を、放逐し、ボヘミアのルクセンブルク家と対抗するなど賢明な、統治を行った。さらにコルギッツの支配権を獲得し、ドーナ城白の所有地を手に入れて、白白を追放し、マイセン聖堂協会の王の講演者として巧みに、違い方権を手に入れる手助けをした。 1407年、63歳で没死した。1366年に、モラビア編共伯ヨハン・ハインリヒの娘で、ヨープストの妹エリーザベト・フォン・メーレンと、結婚、1400年の彼女の死後は、ゲッティン・ゲン公、夫を一世の娘アナと再婚した。どちらの結婚も子供はできず、後継者は、老いのチューリンゲン・宝白・フリードリヒ四世、フリードリヒ・ビルヘルムとなった。 ありがとうございます。